Hi, how are you? It's me, Sanae. Welcome back to my channel. さあ、このチャンネルではフォニックス、そして多読、多読の先にある英会話の伸ばし方についてお伝えしております。私はですね、ジョリフォニックスっていうものを使っていて、すごく大好きなんですね。はい。で、すごくいいらしいよっていうのをね、すごい広がってきていて、すごく嬉しいんですが、まあ、それを、耳にする人も結構増えてきたと思うんですよね。で、じゃあジョリフォニックスしたらいいよ、した方がいいよ。で、その先には多読っていうのがあってっていう知識とか情報っていうものも、割とこう届いてき始めているようには感じるんですけれども、なかなかそうは言えども、そうは言っても、行動をする、これを本当に一つ一つやっていきながら、多読にどういうふうにつなげていく、どうやったらつなげていく、多読につなげるための行動っていうものがなかなかこう難しい、行動を起こすっていうこと自体が難しいっていうお母さんもお父さんもいらっしゃるんじゃないかなと思います。多分これはそうですね、何でも言えますよね。ダイエットも食べなければ太らないでしょうし、運動をしたら少しずつ、いい体調になって、体が痩せたりとか、いい体作りができるとか、まあ、そういうものを分かっているんだけれども、なかなか行動に、移すことが難しいっていう方は結構多いんじゃないでしょうか。じゃあどういうふうにしたら行動までつなげられるのかっていうと、やっぱり、納得感、腑に落ちるとか、あ、そうだよねっていう、あ、そうだよねが結構必要だと思っていて、やっぱりご相談をいただくことたくさんあるんですが、そうやってお母さん方とお話をしていく中で、ご説明をしつつ、そうだよねっていう感じの方もいらっしゃるんですね。あ、そうですよねっていう方もいらっしゃいます。で、この分かれ目っていうのはやっぱりちょっとにわかに信じがたいというか、本当にそれで英語ができるようになるかなとか、本当に読めるようになるかしらとか、やっぱりちょっと少しだけ疑いというか、本当にそうかなみたいな納得感がやっぱりまだまだ薄い方っていうのは行動に移すことがかなり難しいと思います。はい。でも、あ、自分が例えばよくあるのが、お母さん自身が英語を自分で勉強して英語が喋れるようになりたいと学習をしてきた、過去がある、だけどなかなか難しかったとか、そういう自分での経験がある方っていうのは、やっぱりそこに行き着くまでにはすごく道のりが遠くて、でその土台を作るためにはこれはすごくベストだっていうのを分かってらっしゃる。で、すごく納得感があって、あ、そうですよねって腑に落ちる感じがある、腹落ちする感じがある。だからこそ、今この4歳、今この5歳でやっていかなきゃっていう、強いなんかこう後押しみたいなのがあるみたいなんですよね。で、これやっぱりなかなか難しいですよね。英語のお話とはまたちょっとずれるのかもしれないですけど、皆さんがこう行動を起こしていかないと、この英語が喋れるようになるっていう道のりにまず立つことができないので、こういうお話をしているんですけど、もうぜひね、英語を気になってるんだったら、我が子に英語が話せるようになってほしいと思われているのでしたら、やっぱり何かしら行動をしていかないと、そこのゴール地点までは、進むことが難しいわけですから、何かしらね、考えて、自分で考えて、そして情報も得ることも大事ですし、こう噛み砕くことっていうのがすごく大切なのかなと思っています。で、
その噛み砕くことによって、あ、そうだよなって、そこから行動が少しずつ起こせるということですね。はい、これが何か、手助けになりましたら、そしてまた、コメントでもいいですし、直接、のご相談いただいても大丈夫です。何かね、後押しできるような、ことができれば私もすごく嬉しいです。 Alright, thank you for watching this video. See you next time. Bye.